エスカ、頼まれていたハチドリ姫の大冒険の続きが見つかりました。それが見つけたのは良いのですが、かなり後半の部分しか発見できませんでした。大冒険を終えてハチドリ姫が故郷に帰ってくるところです。そっか、ちょっと残念。でも結末ってどうなってたっけ？では少し早いですが、結末を先に読んでしまいますか？そうだね。残りが見つかるかわからないし。了解しました。少々お待ちください。それでは始めます。ハチドリ姫の大冒険その9。大冒険を終えて故郷に帰ってきたハチドリ姫、果たして畑を元気にすることはできたのでしょうか。帰ってきたハチドリ姫は町の人たちに言いました。旅に出てたくさん勉強したわ。これだけ道具があったら畑もきっと元気になるわよ。ハチドリ姫は旅の途中で作ったたくさんの道具を使って畑を助けようとしました。でもなぜか畑はどんどん痩せていってしまいます。本で勉強して作った道具もあまり効果がありません。そんなことは何でもわかるハチドリ姫にとって初めてのことでした。どうしてなの？わからない。私にはわからないわ。そこへ帽子の女の子がやってきました。その手にはハチドリ姫からもらったじょうろがあります。ごめんなさい、ハチドリ姫。私にはわからなかったの。何がわからなかったの？ハチドリ姫が帰ってくるまでずっとじょうろで水をあげて畑を働かせてしまったの。だから畑はとてもクタクタ。もうこのじょうろを使っても畑は元通りにならないわ。ハチドリ姫が町を見渡すと、みんなハチドリ姫のじょうろと同じものを使っていました。その時ハチドリ姫は気づいたのです。最初に畑に元気がなくなったのはちょっと疲れていただけだったのだと。ハチドリ姫はじょうろを使うのをやめるように言いました。でもみんなはそれを手放しません。もうやめて。畑を休ませてあげて。もうじょうろを使っちゃダメなの。ハチドリ姫が頑張って説明してもみんなじょうろを使ってしまいます。なぜならそのじょうろはとても便利だったから。もう誰も普通にお野菜が育てられないのです。ハチドリ姫は一人で泣き出してしまいました。とても簡単なことなのに、みんなどうして分かってくれないの？どうしてなの？わからない。私にはわからないわ。ここまでです。いかがでしたか？こんなに中途半端な終わり方だっけ？なんだかすごく悲しいお話だね。この話はここで書くのをやめたはずです。これ以上は続きが思い浮かばなかったので。え？書くのって。
説明していませんでしたか？これは私が書いた絵本ですよ。これクローネが書いてくれたの？覚えてなかったよ。ええ、ミリアに頼まれて寝つかないエスカのために。これを読んだエスカは大泣きしてしまいましたね。私には絵本を書く技術があまりなかったようです。忘れてしまったのも面白くなかったからでは？そんなことないよ。途中のお話はすごく面白かったし、ワクワクしたんだから。あらあら、ありがとうございます。やはりこれはもうしまっておきますね。うん、わざわざ探してくれてありがとう。面白い絵本だと思ってたけど、クローネが作ってくれたんだ。でもこのお話って確か幸せな結末だった気がするんだけどな。